さえやろうと思ったら跳ね切らんとなかなか難しいですけどね。跳ね切って手に乗せといて、でもなかなか手に乗らないんだけど、慣れてない子は手食べさせる、あのご飯をね、主食のご飯だから乗せといて食べさせる。でもそれがまず難しいもんね。多分こうやってやったら飛んでちゃうでしょ。まず乗らない。乗らない、うん、じゃあ、でも乗ってくるとわらわらっと水変えるとき、じゃあ、多分羽カットして、ね、やれば慣れる。元がだって手乗りだったわけでしょ。いや、手乗りじゃなくて、あれ、手乗りのやつが売れ残って手乗りじゃなくなったから、売れ残ったやつを。そういうことだ。で、これはまあご褒美という感じで、少しだけ手から食べさせる。少しだけね。うん、で手から食べたら、とにかく言葉で褒めて触ってあげるんですよ。だから、乗せないと始まらないんだけど、だけど、全然乗らない。多分飛んでっちゃうと思うから、うん、そういう子は羽が怖いじゃないですか。そうすると上の2枚、下の2枚を残して真ん中だけ切る。よくこうやって切る人がいるんだけど、ここで切るとなんか変なんですよ。明らかに切ったってなっちゃうから、真ん中で切ってあげて飛べないぐらいの枚数だけ残しておく、上と下をね。そうするとこうやって羽閉じたら切ったように見えないから、そういう感じで翼のカットをするといいかもしれない。いいかも。そうしないとなかなかしつけはできないかもしれないけど、でこれが手から食べて褒めれるようになったら名前を呼んで、これあと犬と一緒ですね。アイコンタクトでアイコンタクトができたらご褒美あげて褒めてあげる。2番目は短い距離で食べ物見せておいでって来たら食べさせて褒めてあげる。3番目がクレードトレーニング、まあ、これはあのハウスっていってハウスができる、できると包丁もしやすいんですけど、でこれをやるためには絶対ここまでできてないと難しい。まあ、これはちょっと今省略しちゃいますけども、だから、まあ、本当にちょっとこうやってやってみようとなったら羽はカットしますけど、まあ、まずはでもあの子の足がちょっと良くならんので、